感傷に浸ってる時間はもうない。自分たちがやるかやらないか、そのために今我々活動を作っています。今度選挙がある、いつあるかわからないんですけど、まあ記者会見でも言いましたが、賛成とお金がないので政治資金パーティーやります。9月9日ですね、東京ビッグサイトです。過去最大規模になりますね。もうすぐ動画でも公表しますけれども、海外アメリカからも、はい、政治家のゲストを呼びます、来ていただきますしね、あと日本でもですね、ちょっともう当日まで言えませんけど、いろんな著名な方にですね来ていただいて、会場でしかもうオープンできないというような形でお話してもらおうかというふうに思っています。もうね、僕もすごいプレッシャーなんですよ。もう4回目ですから、意識改革サミットやって、予祝やってね、この間晩祭りやってですね、4回目、ね、3回目の4回目の勝利ってのはありえないじゃないですか。だから絶対過去最大のイベントにします。はい、でもう今ね、本当に広報部の方々と一緒に、広報部長今日来てますけど、とか立ってますけど、2人で夜も寝れねえよなと、あと1ヶ月しかねえぞと、どうするとね、もうどうする家康じゃないですよ、どうする総兵になってますから、ぜひですね皆さん9月9日時間空けて来てください。チケットはネットでももう買えますし、今日販売はしてない、今日はしてないです、ネットで買ってください。はい、あの無理して高いチケットを買ってくれたら嬉しいですけど、無理しなくていいです。はい、買っていただいて、で来れない方もですね友達にあげてください。そういう形で、でこのお金は別に僕たちが飲み食いをするためではない、候補者の活動費です。100人120人出すと本当に10億くらいかかるんです。で、あと何億かないと、その130人に軍資金が渡せない、ね、選挙に勝つ可能性のない選挙に出てもらうだけでもあり、ね、あれだけど、その人たちに自分でお金出すとは言えないから、ね、でも皆さんも選挙に出ろとは僕は言いませんので、2万円出してください、はい、自分に選挙出る代わりの2万円、選挙出たら2万円じゃできませんよ。だからやってくれる人たちがいるんで、その人たちにカンパするつもりでやってください。もう今回預かったお金はですね、もう全て選挙に使います。だから貯めて他のことに使うってことはしませんので、 100% 選挙のために使うお金だということで、次の選挙に向けて皆さんの情財を出していただきたいというふうに思います。ね、繰り返しになりますけど、選挙がいつになるかは問題じゃないんですよ。もう今やれることを全力でやっておかないと、国際情勢が大きく動きそうで、日本がどん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 今転げ落ちてる、その状況を止めたいんです。で、止めるためには一番大事なことは、国民の皆さんが気づくことなんです。ね、日本人が気づくことなんですよ。それは我々ね、4人や5人だけでやってても間に合わないんです。だから百何十人の方々に、全国の地方で重点ブロックですけど、そういったところでやってもらいたいんです。どんどんね、レベルアップしてますから、賛成党の候補者も。ね、最初はあれと思ってた人たちも、もうどん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 話が上手くなって、本当に僕らでも感動するようなスピーチをしてくださる候補者のね、候補予定者の方もいらっしゃいますから、その方々にスピーカーになっていただいて、気づく国民を増やしたいわけです。そのためのお金が欲しいわけですね。そこにぜひ皆さん力を貸していただきたいね。これが今日僕からの最後のお願いになります。ぜひみんなで日本を取り戻しましょう。以上です。すいません、事務連絡をいただきまして、政治資金パーティーは明日までが先行販売で、なんか特典がつくようです。はい、それ以降は特典がなくなるそうなので、ぜひ今日明日中に、買っていただければありがたいと。はい、すいません、一生懸命話した後になんかセールスのお願いするのも間抜けな話なんですけども、はい、でもこれ本当にお金がないと政治できないので、で我々はどっかの宗教団体からもらうとかね、風力発電の会社からお金もらうとか、そういうことは一切やってませんので、皆さんからオープンに正々堂々と。